いろんな機能がちゃんと動いてくれません。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は7月5日に三菱ふそうさんのエアロクイーンからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはエンジンを制御しているコンピューターのプログラム。こいつに2種類のバグがあり、1つ目はパーキングブレーキを解除しても解除されてないと認識されてしまい、いろんなライトがつかない上に坂道でズルズル後ろに下がっていくかもしれませんとのこと。2つ目はシートベルトをつけずに運転しようとすると警告が出るはずなのにそれが出ないとのこと。2の内容はともかく、1は下手をすると後ろの車にぶつかるかもしれないので今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種は三菱ふそうさんのエアロエースとエアロクイーン。2017年6月9日から2021年9月27日までに製造された2305台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。バスが坂道を意図せずバックすることになると周りの車を巻き込みかねません。お持ちの方は早めに修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は同じく三菱ふそうさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。